大分県の別府市を舞台に行われます別府大会。大会初日の第2試合は地元大分の大分三好バイセアドラー対首位をひた走るパナソニックパンサーズの一戦をお送りしていきます。上位6チームによるファイナル進出をかけた戦い、パナソニックはすでにファイナルステージ進出を決めています。そして大分三好ファイナル進出の可能性はありません。こちらは清水です。先週復帰して得点も決めました。この清水が今日は登録メンバーから外れています。リバウンドを取りに行ったクビアク、もう一度クビアク、厳しいコースに打ちますね、クビアク選手は。山内のサーブが続いています。またエスペホ、夜間切れるか、決めていきます。今日は本当に好調山内。レフトの夜間、山内これを返した、もう一度夜間。どちらがこの第1セットを取るんでしょうか。ここで速攻です。クビアク、セットポイントがいったんですが、そうはさせません。大竹、エスペホ、高さもあります。30点まで来ました。大竹をしっかり外に、大竹君が、はい、外に出してますね。小宮のサーブです。エスペホがしっかりと受けて打っていきましたが、ブロック、サインはブロックでパナソニック第1セットを取りました。30点台までもつれる第1セットでしたが、ご覧のように33対31、サハラが上げて試合クビアク、セットポイントを持ってきましたパナソニック。ここは藤田です。エスペホできた、動いて復活、クビアク、サーブは大竹、サービスエースで第2セット。大分三好もセットポイントを握りながら、しかしパナソニックが取り切りました。復活どうする、大竹、ボールは上がる、藤岡、声がこだましています。ビーコンプラザ、クビアク、夜間が来た、打っていく夜間です。はい、完全に大分に流れがいってますからね、このセット。夜間、山添がよく上げた、下原、今のは、ね、山添君のナイスジグですね。本当ですね、おっとのタッチ、大竹、間でしたね。おっと、最後もサービスエース、連続サービスエースで試合を決めました大竹。6点の リードを許しながらも逆転勝ちというこの第3セット。
1、2セット目デュースで3セット目もすごく劣勢の場面で、変わって入った選手が本当にすごく活躍してくれて、そういう部分がチームの強さだと思います。